震災があった2011年144試合出場しまして、2割8分8厘52盗塁。2012年はパシフィックリーグの盗塁王に輝きました。さあ、それでは左バッターボックスに入ります。夢の OB 対決、今日のプレートアンパイアは牧田さんです。守る守備陣は楽天野球団の職員。さあ、ピッチャー上園、まずは初球キャッチャー石峰のミットを投げて、ミットを目がけて投げました、ストライク、134キロ決まりました。目標球速をはるかに上回る134。笑顔で白い歯が光ります。第2球を投げました、ボール、ワンボールワンストライクです。イジリスは見送りました。10年前の11月3日、自らのバースデーに日本一になりました。次は投球3つ目、第3球を投げました、低め、インローボール、ツーボールワンストライクになりました。127キロ、マウンド上上園、次が投球4球目、左バッターボックス、いじり沢に投げました、空振り、136キロ、最速球が出ました。学年は1つ上園圭司選手が上、一つ下の肘に触りめがけて、次が投球2ー2から5球目投げました、打ちました、マクネットファウルになりました。2ー2からの5球目はファウル。先週ベイスターズ戦 OB 対決でセンター前ヒットを放った肘に触りを、さあ次が投球6つ目、第6球を足を上げて投げました、打ちました、これはライト、ライト松原の前に落ちました、ライト前ヒット、ライトにボールが落ちまして、軍配は楽天イーグルスが誇るスピードスター石井沢寮に上がりました。さあ、それでは一言ずつコメントの方をいただきたいと思います。まずはピッチャー上園圭司選手、136キロマークされました。そのあたりいかがでしょう。すごく雰囲気も良くて、気持ちよかです。両球団に在籍させていただいたご縁で、このような機会がありましたので、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、肘里沢選手6球目でしたけども、はい、上園選手の球はいかがだったでしょう。早かったですね。空振りもありましたし、三振だけしないようにちょっとツーストライクからちょっと焦りましたね。最後6球目ライトの方に持っていきましたけども、手応えいかがでしたか。横浜戦も少し詰まったんですけど、やはりこう少し詰まったような打球で、ただまあ自分らしいヒットかなと思います。はい、ありがとうございます。タイトルホルダー対決、上園圭司選手、肘里沢亮選手に今一度大きな拍手をお送りください。緊張しましたね。横浜戦同様にちょっと詰まってしまったんで、今度バット作ってもらうときは芯この位置にあるんですけど、もっと手前にこう芯を作ってもらうようにしたいなと思います。強打者だったんで外野ちょっと長打警戒してたのかな、ポトリと落ちましたね。阪神戦も1勝1敗できてますんで、今日ぜひこう勝ち越しを決めて、交流戦流れを作ってほしいですね。頑張ってほしいです。はい、2度の OB 対決お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。